洛南高等学校、付属中学校。洛内高等学校及び洛南高等学校、付属中学校は、京都市南区三部通り8条下がる当事長に所在し、小中高一貫教育を提供する、私立高等学校、中学校。設置者は、新言集各派が参画する学校法人新言集、洛南学園であり、学校は当時、京王五国寺の境内にある。 本校の源流は、828年、天朝5年、空海が創立した手芸七院に橋を発するとされているが、手芸七院は、空海の死後、20年弱で廃止されている。現在の洛南高校の前身は、1881年、明治14年、新聞州の教育機関として、釈雲省が設立した総校である。総校は1902年、 明治35年、私立講義新温州連合高等中学校と解消し、1917年、大正6年、高等教育機関である新温州京都大学、七院大学の前身と、中等教育機関である新温州京都中学に分離した。1926年、大正15年、当時中学校、旧生と解消する。当時中学校は、 戦後の学生改革のもとで、1948年、昭和23年、学校法人新聞州京都学園が設置する、当時高等学校となった。1962年、昭和37年、当時高等学校を、洛南高等学校と改称する。それに合わせて、当時の副校長、三浦俊良らが中心になって、校内の改革を行った。まず、 空気を改め、高速を厳しくし、不良生徒を一層、退学を含む処分で大幅に取り締まった。特別進学コース、特進コースを設置、商業化を廃止し、普通コースと従来から、ある自動車化、1993年廃止の3、コース制となる。この時、国宝を当時有利文書を売却し、その収益で校舎の増改築を行った。 特進コースの設置後は、進学実績が上昇し、積々同率に何人か合格する程度であったが、昭和50年代後半に、兄弟合格者を輩出し、新興進学校のパイオニアとしての評価を受け始めるようになる。1978年、昭和53年、準特別進学コースを設置。1982年、昭和57年、普通コースを 愛類、自動車コースを、通類、特別進学コース、準特別進学コースをそれぞれ、3類 A3 類 B と改めする。京都の高校で、コース名に、類という語を初めて用い、その後、京都府立高校で、類というコース名が用いられるようになった。1985年、昭和60年、洛内高等学校附属中学校が開校し、 中高一貫教育となる。長らく男子校であったが、2006年、平成18年スリー類が男女教学となる。2011年、平成23年、経営不振であった学校法人新聞州京都学園は、洛南高等学校、付属中学校を新設の学校法人新聞州洛南学園に設置者変更、経営移管した。同法人は、 学校法人送迎七員となり、七員大学と経営が分離することとなる。2013年、平成25年、愛類、スリー類を廃止、付属中学からの内部人学生と合流する、空ラパラダイムと個性を伸ばすことを目的とする、海パラダイムの2コースに再編される、コース名は全国で1である。海パラダイムはさらに、 京阪神大学を目指すアルファプログラム、飛ぶ活動などの課外活動を重視するベータプログラムに分かれている。2014年、平成26年、洛南高等学校付属小学校、京都府向こう市が開校し、小中高一貫教育となる。京都市内では2006年に私立小学校が相次いで開校しており、同志社小学校、立命館小学校、 小中高一貫教育である、関西で随一の進学校となるか、注目が集まる。仏教で有美みほ、法、僧にきれすることにちなんで定められている。高校別京都大学合格者数は、毎年トップクラスである。公立高校、京都府立佐賀の高等学校や京都市立、堀川高等学校、京都市立西京高等学校などに、 相次いで専門学科が設置される直前の1997年に114人、東京大学は68人を数えた。2018年、平成30年の大学別合格者数は国公立大学の場合、東京大学が20名、京都大学が76名、大阪大学が30名、神戸大学が26名であった。また、私立大学の場合、 慶応義塾大学が31名、早稲田大学が37名、同志社大学が151名であった。2003年12月に新校舎が竣工。その際に作られた新図書館は、蔵書は約5万千冊を誇る。ソラパラダイム大学受験祭難関である東大、京大、国公立医学部を目指すコースでは、内部進学生240名、5クラスと、 外部入学生95名2クラスが高2で合流する。そのため、ソラパラダイムの外部入学生は数学などの2年分を1年で終える。海パラダイム、南海国公立、私立大学を目指すコースは、アルファプログラム、京大、半大、新大といった南韓国立大学を目指コースとベータプログラム、韓韓同律や全国の国公立大学を目指すコースからなり、 145名、ベータが1クラスとアルファーベータ混合が2クラス、編成となる。空パラダイム、海パラダイムの名は、創始者の空海の名に由来する。高2高3の夏休みに、高野山学習合宿がある。三方気候、1962年、昭和37年の校内改革以来、かつては、スパルタ教育のイメージとして知られていた。日本最古の私学である、 手芸七員の流れを組み、抹消的な拘束だけでなく、勉学に対する姿勢、挨拶などの礼儀作法や公共性の確立といったしつけの面で厳格である。宗教職は強く打ち出してはいないが、宗教の時間は中一から高三まで週一回必須である。2002年まで爪め入り学制服のみならず、聖暴まであり、ホック指導が行われていた。 男子校であったが、教学科に伴いブレザーとなり、皮膚の弱い生徒に配慮するため、ネクタイ指導が行われている。男子のみ学寮がある、牧寮、定員20名。入寮希望者は、出願時に、入寮願いを提出しなければならない。その他、タ中チュータカラボから通学をする場合もある。複数の部活は、全国大会に出場していることは有名でその中で、 バスケットボール部は昔から関西で1、2を争う競合である。2008年にはウィンターカップ3連覇を達成している。男子では史上2校。体操部も大阪の西風高校と実績を2分する。また陸上部は秩父の宮主杯対抗選手権で最多8度の総合優勝を誇っているほか、全国高校駅伝大会に19度の出場を誇る名門である。 また、国際物理オリンピック、日本初の代表、銀メダルを獲得したのも、ここの生徒である。陸上部顧問の40歳代の男性教諭が、2011年11月に、部の練習中に、男子部員の一人を平手打ちにする体罰を加えた。この部員は、左耳の鼓膜が損傷し、全治1ヶ月の怪我を負った。同校はこの顧問教諭を、 減給3ヶ月並びに検疾処分とし、陸上部の指導からも無期限で外している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。